こんな形に切っていくんだけど、うん、この長さ、ここの長さ、これぐらい取ってもいいと思う。そして、あの、わが木に、ね、入る長さですが、こうするやろ、多分これぐらいでいいやろうと思う、うん、これ長さ、これ違うとこあるけどね、うん、これが大体これぐらい、ちょっと短めに取るかも。先端はどうするの？先端はもういらんと。いらん。先端は先端値もどっちの、この頭の方。お、頭。頭は何もないよ。あ、ない。ここが。うん。あ、それ。身のここがこうちょうどいいぐらいになってる、うん、ここが こっから先やき、あ、いるのが、うん、食べれるのが、こんなとこ食べれるらしいよ、なんか聞いたら、うん、だけど鳥がつかない、それと、うん、で下のか多いところはちょっと切って、これも医学やき、うん、こうするで、これもこう、もうこうしたら、割っていちいちしたら間違いはないけど、めんどくさいやろ、うん、だけど少々違うてもいい、残すところはとにかくそこを残しちゃいい、うん、そういう形でやっていく。これは10本は多すぎたか、まあいいや、2回に、まあ大きさによって違うのかな。もう人にやるんやろ、それ。医学やつは。意外とみんなにやって食べたりするんやっけ。いい、これ。これ水どっから取っと？水はそこ、川から取ってきた、うん。これもちょっとしてみようか。大きさはちょっと長いかな。今はだいたいこれでこう取ったやろ、この、うん、だけこれもこれぐらい取ってみたい。そしてこのだいたいの長さ、うん、取って、もう適当や。おお。こうしたらもうちょうど大体こう同じぐらいやろ、うん、これはちょっとここはもう、こう色が変わったとこはもうつまらん、うん、今ちょっと青かった、少し色が黄色ぐらいの、黄色がちょっと濃いくなったやろ、緑が入ってきた、うん、こんなとこもう取ったほうがいい、とこれはこれ、うん、この中に入れる、この大きいと、
くは汚いわけだ。方言かどうかわからないですけど、これを医学と言ってます。で、火が弱まってきたら蓋をします。あとはこれよいしょ。これとこのまな板。で、こんな感じにします。まだ弱まってないんで、ちょっと開けときます。まだタケノコがいっぱいあります。で、山にはバイクで来てます。さっきの繰り返しで火が弱まったらあとはほっといて冷水に、まあ、水につけます。今度はこれ本当は一晩置いたらこれがもう手で取れることあるけん、うん、いいんやけど、これ今手で取れん、熱いけん、ちょっと水ぐらい入れても良くなるちゅう、なんで熱さがないけんね。だけどこれで冷やす、うん、あとは保存し、冷やしておくだけ。水入れて冷やして。冷やして、あと料理するだけ。うん。だけあれ、冷蔵庫に入れて保存した方が長持ちする。うん、これ、アク抜きってこと？いや、これは、一回これで医学する。うん。医がいて、これから料理する。これはアク抜きって言えるか、元を、とにかく元を一回医学ということだよ。俺よ、分かる。
らん、お前写真撮ってもどうもなる。これを普通はこんなことせんねん。いや、記録しとったら後でわかるや、うん、どうやったか。冷たい水でした方がいいね、うん、この帰るとき冷たい、これは冷たい水やけ、ね、うん、もう一回冷たい水で綺麗に洗っとこう、うん、こうやってまた帰ってまた冷たい水を入れる。なるべく最初に これもう一回湯がいてやるから、うん、もう一回でも OK。